私の専門は労働経済です。慶応義塾大学商学部の風上幸子です。私は労働経済学の中でも地域労働市場の仕組みを研究しています。働くことは人々の生活の基盤です。地域労働市場の仕組みを明らかにすることで一人一人の生活を豊かにするための課題や解決策が浮かび上がり、政策や法律を見直すきっかけにもなります。具体例として私の研究から2つをご紹介します。例えば生産性の高い部門が生産過程で巡り巡って他の部門にも影響し、労働者の所得や雇用創出にどのような効果をもたらしているのか、都道府県別のデータを使って波及効果を分析しました。一人当たり所得が高い県ほど上数効果が大きいことが分かりました。さらに多くの都道府県で生産性の高い部門は上数効果が小さく、地域内の他の部門にあまり波及しないことが分かりました。加えて生産性の高い部門は他の部門よりも創出雇用量が少なく、反対に他の部門の雇用創出に大きな影響を与える部門は上数効果が小さいため、生産過程を通じてうまく増幅されていません。したがって特定産業の発展に加え、他部門や地域内への波及を考慮した施策が重要です。また地域によっては希望する仕事が見つからず、働くことを断念したり移住をためらったりするかもしれません。生産年齢人口が減少する日本をはじめ多くの先進国では人的資源の有効活用が欠かせません。そこで別の研究ではテレワークの機会が労働供給を増やすかどうかを検証しています。都市部の女性では都合の良い時間に働きたい人や育児や介護を両立する必要がある人、専門的技術を活用したい人で、地方の女性では健康上の制約がある人において働くことを選択する確率が上昇することが分かりました。具体的には、例えば都市部の女性で専門的技術を活用したいと考えている場合、テレワークができると就業確率は大卒女性で 17.5%、 6歳未満の子どもがいる場合で 18.5% 増加します。さらに就業継続に対するテレワークの効果についても推計しました。具体的には本人や配偶者の転勤、出産、親の介護が必要となった場合にテレワークが働き続ける可能性を高めるかどうかを検証しました。男性と女性の双方にとってキャリア形成は重要です。しかしハイブリッド型のテレワークが主流となっていることも影響しているのか、現時点では女性において配偶者の転勤に関しては有意な結果は得られませんでした。他方で出産や介護に対してはテレワークが有効であることが示唆されます。他の学問と同様に社会科学、特に労働経済学は人々の生活に深く関わっています。無策であれば困窮や社会的混乱を招く可能性があります。働き方は多様化し、少子化や長寿化の進展に伴い、教育や障害学習といった人への投資がさらに重要になっています。労働経済学は社会の課題に応えることで誰もが自分らしく豊かに生活できる未来づくりに貢献できるでしょう。同時に学問は役に立つだけでなく、知的探求という極上の遊びでもあります。